鳥山石炎、根弱がと続百鬼より、アメフリコ像、歌川豊家国が、5割の化け物に登場する、アメフリコ像、水木しげるロードに設置されている、アメフリコ像のブロンズ像アメフリコ像、アメフリコ像とは、日本の妖怪の一種。江戸時代の鳥山石炎の妖怪画集、根弱がと続百鬼に、妖怪画があり、同時代の奇病史などにも見られる。と続百では、 中骨を抜いた和山を頭に被り、超人を持った姿で描かれている。解説文には、雨の神を、雨死という、雨振り小僧と言えるものは、召使われる児童に雇わり、中国の雨の神である、雨死に使える児童であることが述べられている。雨死が、貴人の損傷である大人に、児童は児童に通じることから、大人に奉公する子供との言葉遊びで描かれた、妖怪。 といった解釈もある。江戸時代の奇病子では、好表紙の人気キャラクターである、豆腐小僧と同様、駒使いの役目をする妖怪として登場している。完成4年発行の奇病子、5割の化け物では、雨の夜を男が歩いていたところ、竹の傘を被った一つ目の雨降り小僧が、両手に何かを持って歩み寄ったとある。雨の夜に現れたということと、 両手に何かを持っていたという点から、同じく雨の夜に現れ、豆腐を持った妖怪である、豆腐小僧に通じるとの解釈もある。昭和、平成以降の妖怪関連の文献によれば、傘を彼から奪ってかぶると、後で頭から取れなくなるという説や、通り雨を降らせ、人が困る様子を見て喜ぶとの説、話しかけられた人は青カビを移されてしまうとする、豆腐小僧と類似した説もある。 鳥取県境港市の水木しげるロードの解説によれば、すべての生物の営みに大きく関わるものである雨を調節するのが、雨降り小僧の役目とされる。山田のりおの著書、東北階談の旅では、雨降り小僧と題し、岩手県上平郡の仙人峠で、狐が雨降り小僧に、狐の嫁入りをするから、雨を降らせてくれと頼み、 小僧が手にしたちょうちんを振るとたちまち雨が降り出し、その中を狐の嫁入りが続いていったという話がある。ありがとうございます。